富山市では植物園でクリスマスを楽しめるイベントが開かれています。富山県中央植物園では毎年冬を彩る花や木の展示やクラフト体験教室を開いています。園内で集めた松ぼっくりのミニツリーなど身近な素材でクリスマスの飾り作りが体験できるということです。どんどん飾っていくうちに綺麗になるから嬉しいし楽しい。他にもポマンダーと呼ばれる西洋のお守りなどが人気を集めています。